愛姫で新しい時代を作る一人になる今日の星予報、愛姫です。この番組は毎朝7時から今日の星予報とこれから大きく変化していく新しい時代を自分らしく幸せに生きるためのヒントをお伝えする番組です。6月2日日曜日、皆さんおはようございます。さて、6月最初の日曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日ですね、久しぶりにちょっとずっと忙しかったんです。で、こう星をね、じっくりとこう読むっていうことがあまり時間がなかったんですけれども、昨日久しぶりに、子供さんのね、星を読んでほしいという依頼があったので、久しぶりに個人の星を、じっくりとね、読んでいました。子供さんの星を読むときは、できればお母さんの星も読みます。で、今回はね、お母さんの方の星は、前から、読んでいたのでね、それをこう踏まえて、子供さんの星も、読むっていうことをね、やったんですけれども、お母さんの星も読むことで、親子の関係性っていうのが実はね、星にはすごくあることが、よくわかります。子供がなぜ自分のところに生まれてきたのか、それはお互いの成長のためという場合が実は多いんですね。こう親と子供っていうと、何かこう親の方が子供にこう教えるみたいなね、なんか大人の方が偉いみたいな、まあ、そんな考え方が あると思うんですけれども、実はこの子供が自分のところに生まれてくるのは、こうお互いの進化のため、お互いの成長のためっていう場合がやっぱ多いなっていうふうに思うんですよね。子供がいることで自分も進化できるし、子供もそのお母さんのところに生まれることで進化できる。まずはお母さんがそれを知ることで子供への接し方が変わってくるんじゃないかなっていうふうに、思います。私もね、もしこう子育て真っ最中にね、星のことを勉強していたら、子供に対するこう見方とかね、考え方がね、変わってたんじゃないかなっていうふうにね、今になって思います。子供の魂を尊重する、それが親の役目であるとね、私は、今はね、思っています。なので、この感情がね、それを親なのでなかなか許さない時もあるんですけれども、でも、それも自分のテーマなんじゃないかなと思うんですよね。私にも子供が2人いまして、もう2人とも成人しているんですけれども、このね、子供それぞれの子供のを尊重するっていうのがね、実はめちゃくちゃ難しいことではあるんですよね。なんだけれども、子供を信じてね、子供の、魂の自分の声を尊重する、星を読むとね、すごくよくわかるんですよね。なんで子供がそれを選んだのか、なんで今そうしようとしているのかっていうのがすごくよくわかるので、なんか怒ることもなくなったし、なんかこう温かく見守ることができるようになったなと思うんですね。なので、まずは親の自分が変わることで子供は変わっていく。それは私自身のね、子供との関係性でもね、言えることだなというふうに思っています。そしていつもね、子供さんの星を読んでいると、こう何かその子の魂の声が聞こえてくるようで、なんかね、すっごいじーっとね、こう涙が出てくる時があります。自分にも子供がいるので、親のような気分に、ね、なるのかもしれません。その魂の声をいつか自分が気づいて幸せになってほしいとね、いつも星を読みながらそう願っています。誰でもそうですが、自分で経験をして
その時その時の自分の心と向き合いながら成長していくので、他人が行ってその人その子がね成長するわけではないっていうことをね、まあ、今までこう嫌というほど分かっているので、こう押し付けること、こちらからアドバイスをするっていうことはめったにないです。まあ、聞かれたら答えるっていう感じですよね。相談されて初めて答えるという、その時初めてですね、私の言葉が生きてくるのかなっていうふうに思っています。これからの時代、子育てに先生学がね取り入れられるといいなっていうふうに、最近ね思っています。はい、それでは今日の星予報に移りたいと思います。今日の月も昨日に引き続きおひつじ座です。今日はその月とドラゴンヘッドが、ぴったりと重なります。また金星や太陽と60度、今日は自分の魂が望んでいることに気づきやすいエネルギーになります。普段は他人の価値観や他人の目を気にして生きている人も、今日は自分の心に素直になりやすいと思うので、自分の気持ち感情を認めてあげるといいと思います。また金星や太陽と60度になります。自分の心に素直になると、本当に自分に大切なもの、大切な価値観に気づくことができるかもしれません。次の新月は来週の木曜日です。6月6日ですね。今日は新月の日を迷いなくスタートするためにとても大事な一日になるんじゃないかなというふうに思います。本当にね、この自分がこう大切だなって思うものにね、まずは気づいてからそこからスタートするっていうのが、まあ、この新月はね絶対いいなと思うんですよね。昨日のニュースでコロナからうつ病の人が増えたというね記事を、見ました。その理由が将来に不安を感じている人が増えたからだということです。先生学的にコロナの頃から世の中は不安定になるので、不安な心になる人がどんどん増えていくというふうに言われてきました。今その通りになってきて、不安になっている人がやはり増えてきているようです。確かにその不安の要素の一つとして政治のせいっていうのもね、まあ、あると思います。こう世の中にね、こうね希望を見出せなくなっている、人っていうのがね多いと思うんですよね。でも本当は自分の意識が変われば、世の中がどんな状態でも、自分が今現時点でどんな状態でも希望を持つこともできるし、未来に向かって何かに挑戦することもできます。私自身が何度もどん底を味わって、何もかもなくなって、何度もゼロからスタートして今があります。昔こう、まあ、そういうことが続いた、なんかこうせっかくなんかここまで来たのにって思う時に、私の場合ね、こう冥王星が自分の太陽の近くにあるからっていうのもあるし、まあ、ちょっとね普通の人よりも星が一箇所に凝縮しているっていうこともあってですね、本当に極端なんですよね。ある日突然全てなくなる、ゼロになるっていうことを、まあ、何度も経験しているんですけれども、でも私の場合その時にこう星をこう学んでない時からね、そうなんですけど、こう何回もそういうことがあっても、いつか自分がそういう人生を歩んでいても、こう何か自分で成し遂げることができる人に、ま、なりたいというふうにずっと思ってたんですね。でそれは私と同じような経験をする人たちが、こう自分次第でどうにでも未来は変えることができるっていうことを、まあ、自分で証明したかったっていうこともあるんですね。だからなんかその気持ちが、私が、まあ、言ったらこう
いろんなことがあってもそのままこう崩れていくことがなかったのは、こうそれを証明する人になりたかったんですね。でそれはもうなんか20代後半からそれをずっと思って、まあ、今までやってきたっていうことなんですけれども、なので、まあ、どんなことがあっても自分の意思次第で人生は変えることができると私は自分の経験で、信じています。そして先生学を学ぶことようになってですね、さらに、それを信じることができるようになっています。そして未来に希望を見ることが、できます。私たちは今一人一人が進化することをね求められているのだと思います。それは時代がこれまでにない進化をしようとしているからなんですね。こう今ね世の中は本当に何千年に一回ぐらいのね大きな節目に来ているんですね。なのでこの時代も進化しようとしているので私たち自身も一緒に進化しないといけない。なのでこう普段のこう何も起こらない時に比べるとやはり今は、まあ、いろんなことが起きるのは一人一人がねその自分の魂の声に気づかないといけないのでいろんなことが起きているんですね。でまたね今世の中はいろんなところで分断が進んでいます。この週末もねこの5万人だか4万人だったかなこうねこうデモがあったりとかしてると思うんですけど、このデモも今双子座にいろんな星が入ってきてますけど、この双子座のエネルギーでもあるんですよね。なのでこれからは自分たちを主張してくる人っていうのは、まあ、どんどん増えていくんじゃないかなっていうふうに思います。しかしですね、それもまたこの分断もまた私たちが真実真理を理解するためでもあるんですね。真実は全ての極端なものの間のバランスの中に見出される。それを理解できる人が一人でも増えるとこの世界はもっと良い世界になるんだなというふうに、思います。昨日はですね新選組の映画燃えよ剣っていうね映画を昨日見たんですけれども、まあ、まさにね幕末の映画で、今のねこの世の中にちょっと似てるようなところがあるんじゃないかなっていうふうに思います。であの時にどちらにつくかによって人生ってねものすごい変わったんじゃないかなと思うんですよ。で新選組が現れて実際にこの終わるまで新選組が終わるまで約6年、でもたった6年なんですよね。ラストの6年、ちょうど時代が江戸時代から明治に変わるラストの6年、この時にね新選組っていうのは、まあ、最後の何か節目のような形で今となってはね出てきた人たちだったんじゃないかなっていうふうにこう歴史を振り返ってみると思いますよね。今まさに私たちは分断を迎えて本当にこうあの時と同じような感じに今なってきてるなと思うんですよね。で今の時代はねあんな風に人を簡単に殺せるような時代ではないので、あんなことはないとは思うんですけれども、でも本当にそれに近いことはね今起きてるんじゃないかなっていうふうに思います。この分断することで真ん中に真理を見つけ出す、ここがねすごくこれからの良い良い世の中を作っていくために大切なポイントになるんじゃないかなっていうふうに思います。それぞれがそれぞれの役割をしているので、分断になるっていうことは分断する人たちもたくさんいる。なんだけれども分断をしない全体を見渡すような人たちもいるんですね。自分がどこに身を置くかっていうのは自分で選ぶことができます。なので私もね最近やっとねそれが自分自身で
まあ、できるようになったのかなっていうふうに思いますが、皆さんもね、これから1年本当にこう世の中はねもっともっと変わっていきます。なので不安にで生きるか、それとも未来に希望を持って生きるか、まあ、自分で選ぶことができますので、まあ、ぜひねこの新月まで、そういうことをね、考えてみていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、それでは今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。今日ね初めて聞いた皆様、よかったら、チャンネル登録、グッドボタン、いいねボタンね、よろしくお願いします。それでは、素敵な日曜日をお過ごしください。いってらっしゃい。